シーリーン、エバーリーは、イランの弁護士で、人権活動家、民主運動家。2003年10月10日に、ノーベル平和賞を授与されており、ノーベル賞を受賞する最初のイラン人で、最初の女性イスラム教徒である。ハマダーン出身。テヘラン大学で法学を学ぶ。1975年に、イラン初の女性裁判官となり、テヘランの裁判所に勤務するが、 1979年のイラン革命により失職。後に弁護士として放送会に復帰した。イスラム法学者が指導するイスラム共和国体制下でイスラム法の厳格な思考の下で女性や子供の地位が制限されていることを訴え、現代の人権思想に適合した法改正を訴えて活動。欧米の短絡的なイスラム間にも批判的な立場を取っている。 反対性運動家や改革運動家の弁護を進んで引き受けたために保守派に警戒され数度の逮捕と投獄を経験した。2009年11月に貸し金庫に保管されていた2003年のノーベル平和賞のメダル及び賞状がイラン当局によって押収された。イラン大統領選裁投票を求める。 反政府でも政府が弾圧したことを批判したことによる圧力とみられている。また、平和賞の賞金130万ドルに対し、約1、3の41万ドルを税金として支払うことも要求していたと言われ、代表を務める人権団体事務所もイラン警察当局によって封鎖されている。なお、ノーベル賞が国家によって押収された初めての事例となる。 テヘランに住み、弁護士として活動する一方、母校テヘラン大学で教弁を取り、法学を講じていたが、2009年6月以降は、反体制派への弾圧が激しくなったこともあり、イギリスに亡命している。ダニエル・ピ o オニー・ニイール・ファティマ、エッソード、エブリデイ・フィー・メージ・レジスタンス・インポスト、レボリューショナリー・イーラン、ブロック・ウェスト、ピアニッシモ、55、61。 ISBN 9780549409472ehttps コロンスラッシュスラッシュ books.google.com スラッシュ books id イコール e6 ワークコックピコグラムイコール pa552012 年1月15日閲覧イラン平和賞メダル欧州3年受賞の弁護士から2009年11月27日東京新聞ありがとうございます